2024年シーズンからソフトバンクの監督に就任した小久保弘樹。今回はそんな小久保監督の面白いエピソードを50個ご紹介します。中学時代は投手としてボーイズリーグの和歌山キングタイガースでプレー。ここで入学時に18名いた同級生が、中3の卒部時にはたったの2人しか残らない猛練習に耐えた。その後、和歌山県立聖林高校へ入学する。副キャプテンとして熱血監督の下で甲子園出場を目指すも、3年時には惜しくも県予選準決勝で敗退。しかしこの大会でなんと2歳年下の弟、高谷さんは兄が入学しなかった智弁和歌山高校の一員として、1年次から主戦投手で活躍し甲子園出場。後に小久保監督がプロ入りしたと聞いた地元和歌山の人は、てっきり弟のことだと勘違いした人もいたほど、小久保兄より弟の方が有名だったという。1990年に入学した青山学院大学では、投手としてのデビュー戦で3分の1回を4失点と炎上。さらに、当時の東都大学野球が誇る駒澤大のスーパーエース若田部健一選手に特大ホームランを食らったことにより、監督室に呼ばれ投手首を通告される。だが小久保監督の心は折れなかった。投手首の瞬間、プロに行くなら野手の方が確率が高いぜと心の中でガッツポーズをかます鋼のメンタルを持っていた。2012年10月、小久保選手の引退試合はレギュラーシーズン最後のオリックス戦。先発の西勇輝選手は新聞にガチで来いと書いてあったことと、小久保選手が前日に直球だけとかはやめてほしいとコメントしたことを受けて真剣勝負で挑んだ。4番ファーストでフル出場した小久保選手は、2回はスライダーでセカンドフライ、5回は直球でファーストフライ、7回は直球でショートゴロに打ち取られ3打数無安打。それだけではなく、試合はまさかのノーヒットノーラン。出したランナーはフォアボールの1人だけ。西選手自身も当時完封自体プロでは初という若干21歳のプロ3年目の選手だった。ノーヒットノーラン達成の瞬間、小久保選手はベンチで苦笑いし、41回目の誕生日祝いも兼ねた引退セレモニーでは号泣。後世に語り継がれる引退試合となった。9回2アウト、ベンチの小久保選手は20歳下の西選手の回答に苦笑い。しかし俺も持ってるわ、不謹慎やけど、ここで本当にノーヒットノーランになったら波乱万丈やなと思ったけど、引退試合の日にありえないよ。今まで1回も経験ないのにここであるか。通算2057試合目で初めてのノーヒットノーランに遭遇。記憶にも記録にも残る信じられない引退試合に、小久保選手はもう笑うしかなかった。ノーヒットノーランをされ、キャプテンとして厳しい訓示をしよう、そう考えていたが、試合後のセレモニーを見てやめた。いつもは物静かな秋山浩二監督が選手にマイクを突きつけ、ファンの前で一人ずつクライマックスシリーズへの決意を語らせた。いわば公開反省会だった。この試合結果を受け、引退挨拶はさらりとこなしたが、胴上げに当時マリナーズに在籍していた川崎宗則選手や斉藤和美リハビリ担当コーチまで加わると目頭が熱くなった。背番号と同じ9度、周囲に舞い、王貞治球団会長が花束を持って登場すると、涙腺は決壊。6歳から女手一つで育ててくれた母、小久保敏子さんに抱きつき泣きじゃくる姿はまるで子供のようだった。小久保監督は柳田悠岐選手について、何かと面白いやつと評価。 WBC で小久保監督に漫画禁止令を出された柳田悠岐選手は、翌日バス車内でジャンプを読む。後日記者たちの対応中に小久保監督に呼び出され、叱責を食らう。何の話をされたかと記者たちに尋ねられ、守備の話っすと回答。小久保監督との会食に2時間遅刻。しかもその日に小久保監督のホークス時代の背番号9を譲ってほしいと頼む。小久保監督がダイエーに入団した当時の球界はまだ殺伐とした空気が色濃く残っており、期待の新人であった小久保監督がプロ初のお立ち台に呼ばれ、ご機嫌でロッカールームに戻ると、コア表の先輩選手から、おいルーキー、ヒーローインタビューで両手を挙げるのはまだ早い、片手にしておけと注意されることもあったという。自分のエラーで試合に負けた後、私にはこれが精一杯ですからと言った。それを聞いた王監督は小久保選手を呼び出し、我々の仕事は夢を見せることだ、こんな発言二度とするなと激怒した。1997年オフ、名古屋市の経営コンサルタントがプロ野球の選手やコーチに所得税の一部を免れるように指南していた疑いが分かり、名古屋国税局が強制捜査を行った。ダイエーは5選手を公表し、修正申告を済ませたことを発表した。小久保選手は主犯格の一人として懲役1年、執行猶予2年、罰金700万円の有罪判決が言い渡され、コミッショナーからは1998年の開幕戦から8週間の出場停止と制裁金400万円の処分を受けた。2003年、小久保監督は選手会長を松中選手に譲り、自身の練習に専念してキャンプを消化していた。しかし西武とのオープン戦で4回に松中選手の左中間ツーベースで1塁から本塁へ突入したところ、捕手と交錯し右膝の前十字靭帯断裂、内側靭帯損傷、外側半月板損傷、
頸骨と大腿骨挫傷という重傷を負った。完治まで最低6ヶ月と診断されたことで、アリゾナ州のリハビリ施設でトレーニングに励んだ。同年の試合には 1,2 軍とも全く出場できなかったが、チームは3年ぶりのリーグ優勝と4年ぶりの日本一を達成。優勝決定戦では自身も胴上げに参加した。来季の復活を期待されていたが、優勝パレード翌日、突如巨人へ無償トレードで移籍することが発表された。移籍の理由は、高塚武史球団社長と意見が合わなかったことや、アメリカでの治療費約2000万円が球団から一切支払われなかったことが挙げられ、小久保監督自身が一時帰国した2003年6月に球団に対して契約解除の希望を伝えていた。無償トレードとなったのは、中内忠オーナーが金銭トレードの分を小久保監督の年俸に上乗せするよう巨人側へ伝えたからと記者会見で発表した。これをいわゆる小久保事件という。これに対し松中選手は、球団にふざけるなと言いたい。どうして小久保さんをタダで巨人に出さなきゃいけないんですか。あんなにチームのために一生懸命やった人が簡単に放出されるなら、僕らだって同じ目に遭う。この球団は勝ちたくないんでしょうね。終わりですよ。ファンには申し訳ないけれど、来年連覇したいという気が急激に薄れています。柴原選手はチームをまとめていたのは小久保さんだったんで、チームにとっても大打撃。城島選手は普通じゃない、王監督もチームが崩壊すると話していた。小久保事件の張本人である当時の球団社長であった高塚武史氏は、プレー中の選手にサインボールを強要したり、部外者である一般の女性をベンチに入れて選手とハイタッチさせたりしたことについて、小久保監督に苦言を呈されたことによる報復とされている。このエピソード等についてスポーツ日本の連載企画激震大英で記事になったが、高塚氏は新聞社に対しても報復を行い、結果的にホークスタウンの売店からスポーツ日本が撤去されることとなった。なお、高塚氏は小久保監督に対し2億円の不良債権とまで言い放ち、自由契約にしようと考えていたとされる。小久保監督は2002年に内観という修行を経て、一瞬に生きるという言葉に出会った。内観とは、畳半畳のスペースに1日15時間、1週間にわたって座り続ける。自分自身を振り返り、親や身近な人にしてもらったこと、して返したこと、迷惑をかけたことをひたすら思い巡らす。その言葉と出会い、人生とは無駄のない一瞬の積み重ねだと考えるようになったのだと当時を振り返った。2003年オフに小久保選手は巨人に無償トレードをされ、2006年オフに FA 宣言、ソフトバンクへ復帰した。これにより逆指名制度で入団した選手として初めて FA 権を行使し、国内移籍した選手となった。2015年11月19日に開催された第1回 WBSC プレミア12準決勝日本対韓国戦、小久保監督は監督経験どころかコーチ経験すらない、野球解説者としてベンチワークについて学び始めたばかりという状態であり、指揮能力を疑問視する声が絶えなかった。周囲の不安通り、韓国戦での小久保監督の不可解な采配の概略を述べると、以下の9連続采配になる。1、3点リードで迎えた8回表、ここまでわずか85球で韓国打線を1安打無失点に抑えていた先発の大谷翔平選手をなぜか降板させる。2、8回表にマウンドに上がらせたのはリリーフ専門の投手ではなく、普段は先発を務める則本昂大選手。3、今大会ではリリーフ登板するたびに回またぎで不安定になりがちだった則本選手を9回にも続投させる。4、他のリリーフ投手に登板準備をさせていなかったため、1点を返されてさらにノーアウト満塁のピンチを招くまで則本選手を続投させることになった。5、ようやく則本選手を交代させたが、代わりにマウンドに上げたのは期待されていた山崎康明選手ではなく、今大会大乱調の松井裕樹選手。6、打者1人に押し出しフォアボールを与えて1点差としただけで松井選手を交代させる。7、このピンチで前の試合3失点の松井選手を登板させる。8、松井選手が逆転を許してさらに満塁のピンチを招くも交代させず、センター秋山翔吾選手のファインプレーでなんとかチェンジに持ち込む。9、逆転された裏の攻撃で同点のランナーを出すも、絶不調の中村剛也選手を代打に起用して案の定凡退でゲームセット。このように、なんと8回表から怒涛の9連続采配ミスで逆転負けしたとして、小久保監督は2017年 WBC まで繰り返しファンから叩かれることになった。小久保監督がプロで成功した一番の要因は王監督との出会い。王監督からは、練習の時に楽をするな、練習の時に苦しめと言われてきた。練習は普通センター返しが基本と言われていて、大方の選手はそうしているが、小久保監督の場合は王監督からボールを遠くに飛ばせ、それにはバットを振った時背中がバキバキとなるくらい体を 120% 使えと言われ実践してきた。また、1996年の公式戦最終日に怒ったファンからバスに卵をぶつけられたことがあった。負けが続いていて、怒ったファンがたくさんの生卵を選手のバスに投げつけた。卵が飛び散って外の景色が見えないくらいだったが、帰ってからのミーティングで王監督は、ああいう風に怒ってくれるのが本当のファンだ、あの人たちを喜ばせるのが俺たちの仕事なんだ、
それができなければプロではないと言っていた。どんな時でも絶対に言い訳をしようとしない監督の姿には学ばされたそうだ。小久保監督が2軍監督時代、指名制のミーティングにリチャード選手は参加日を間違えて集合。昨日は呼んでもないミーティングに遅れてきて、メモも持ってこなかった。今日来るはずだったのに、昨日来て、お前呼んでないって、と笑った。かねて、2軍は人間教育の場でもある、という小久保2軍監督。あれはなかなかの大物ですね。本比べです、と温かい眼差しを向けた。小久保監督がチーム全体の取り決め事項、走塁メソッドを確立させた。9に、これを守らない限りはホークスの一員ではないと言い渡し、城島球団会長付特別アドバイザーの意見も反映させたタイマン走塁の防止やホームへの走路など細かいルールを定めた。世界4大ミスコンテストの一つ、ミスハースジャパンの日本大会で東京代表として出場した小久保監督の長女、小久保春菜さんが2位に当たるミスエアージャパンに選ばれた。小久保さんは最終審査で審査員から、あなたの人生に最も影響力を与えた人は誰ですか、と質問された。これに迷わずに、父でございます、と回答。父は45年ほど同じことをずっと続けて夢を叶えております。その姿を一番近くで見てきた私は、継続することの大切さを学びました、と長く野球界で活躍してきた小久保監督への敬意を口にした。読書家としても知られ、1996年にプロ2年目でたまたまタイトルを取れて有頂天になっていたと絶不調に陥っていた際に、船井幸雄氏の本を目にし、船井氏の著作物を読み漁っていこう。20代から30代にかけて貪るように自己啓発本を読み、40代以降は歴史小説に傾倒しているという。巨人に移籍した際に王監督は、プロ野球人としての手本になる選手だからジャイアンツにとってもいい刺激になる、と語っていた。また小久保監督が2000本安打を達成し、セレモニーで迷宮界ブレザーが贈呈された際、ブレザーを直々に贈呈したのも小久保監督を見守り続けた王監督であった。その際には、自分が必ず着せる、責任感の強い男、武士道というか気質として古い日本的なものを持っている、と評した。ファンとの交流を大事にしていたため、福岡で試合がある日は試合直前までサインをしていた。さらに自身の公式ファンサイト K プロジェクトで2004年から毎年オフに100人以上のファンと間近で触れ合った。イベントはトークと歌のディナーショー形式で、中には様々なサプライズがあり、諸事情で参加できないと言いながら本当は隠れて待っていたり、和服姿やドラキュラ姿で参加したりした。2010年はリーグ優勝を果たしたこともあり、ファンと炭酸ファイトを行った。2011年の東日本大震災の時も K プロジェクトを通してトークショーを行い、急遽だったにもかかわらず、ホークスの一軍選手ほぼ全員、被災地東北の球団である楽天の選手も、島本博選手、岩隈久志選手、田中将大選手らが参加した。終了後に募金を行い、総額375万円を送った。2005年4月8日の中日戦で、川上憲伸選手からシーズン初のホームランを打った時、テレビカメラに向かって約束を果たしたよと手話を送った。前年のシーズンオフに高橋由伸選手と訪問した老学校にて、第1号のホームランを打ったら手話でメッセージを送る約束をしていたとスポーツ番組で報道された。実兵の小久保孝也は腹話術師の一国堂さんのマネージャーであり、智弁和歌山高校で投手として1年夏3年夏に甲子園に出場している。また孝也の子であり、小久保博樹監督の甥にあたる小久保海英選手は明秀学園日立高等学校の内野手として3年春に甲子園に出場している。小久保監督は青山学院大学の練習方法を変えた選手でもあり、自分たちで練習する時間が欲しいという小久保監督の提言によって全体練習を減らした。大学4年で初の大学野球優勝をもたらし、以後定着した青山学院大学の伝統である。小久保監督の似ている芸能人、ゴルフの池田裕太選手、ソフトバンクの近藤健介選手。現役時代、主にアリゾナ州や奄美大島で行っていた自主トレは大所帯で、ソフトバンクのチームメートである斉藤和美選手は毎年恒例で参加しており、過去には松中信彦選手、村松優斗選手、川崎宗則選手、明石武史選手、長谷川優也選手、中村晃選手なども参加していた。キャンプの全体ランニングでは常にトップを走る。大英新人時代から選手の中で一番早く球場入りして、試合後一番遅くまで残っていると言われるほど練習熱心である。自身が巨人に移籍した直後に感じた孤独を他の選手には覚えさせてはいけないと、巨人から復帰してすぐの2007年には不審にあえいでいたプロ2年目の松田信弘選手を食事に誘ってアドバイスを送り、2011年に FA 移籍してきた内川聖一選手も同様にキャンプから積極的に食事に誘った。2011年の8月に小久保監督自身が骨折で離脱した際には、内川選手が小久保監督のバッティンググローブを借りて出場。尊敬する小久保さんがいない間、心配をかけたくない、僕が頑張る、と語った。
内川選手は2015年に小久保監督引退以来空席だった主将を任され、このチームにおけるキャプテンの重さは小久保さんが引退してから感じていた。チームに影響を与えられるようになりたいと責任感を口にした。2006年10月、小久保監督は FA 権を行使する考えを示し、11月7日に正式に FA 権を申請。会見では次に着るユニフォームの球団でユニフォームを脱ぐという思いもあると発言し、球団オーナーである孫正義氏もどうにかしてホークスに戻したいとシーズン中に語っており、ソフトバンク側は交渉解禁直後の11月9日に王監督も参加しての最初の交渉を行い、4年総額12億円プラス出来高の契約に合意し、古巣への復帰が決定。最大の理由は王監督が胃の全摘出手術で痩せ細っている中、わざわざ交渉の席に駆けつけてきたことである。チームの士気を上げるため強気な発言をすることが多い。2011年、長年苦しめられてきたクライマックスシリーズ前日には、一つも負けるつもりはないです、6戦目までチケットを買ってくれたファンの皆さんには申し訳ないと発言した。日本シリーズでも打撃で最年長記録を次々と塗り替え、守備では積極的に投手に声をかけ、第7戦前には円陣で選手に手を重ねるよう指示するなど、日本一に大きく貢献した栄誉を称えられ、日本シリーズ MVP を獲得。2011年ペナントレース前日に、今年は必ず日本一を取りますと宣言した通り、見事有言実行を果たしてみせた。小久保監督は秋季キャンプの個別練習のフリー打撃で打撃投手を務め、渡辺陸選手を相手に159球を投げ込んだ。気温25度を超える中、時間にして30分、自由時間でどうしても投げ手が足りなかったのでと照れながら大量の汗を拭った。2022年ヘッドコーチから配置転換となった小久保二軍監督は、退任した工藤公康前監督の後任筆頭候補と目されながら昇格が見送られたことについて、評価はあくまでも他者が下すもので自己評価はプロの世界に存在しないと受け止めていた。2010年10月16日のクライマックスシリーズセカンドステージ第3戦、対千葉ロッテマリーンズ戦は、初回にソフトバンクが1点先制した後は両チーム無得点が続く投手戦の様相を呈していた。追加点が欲しいソフトバンクは1対0で迎えた8回裏、小久保監督がレフトへ大飛球を放つ。本人はホームランを確信してガッツポーズをしながらゆっくりと走り出す。しかしフェンス手前で打球は急失速、結果的にフェンス直撃レフト越え単打と化してしまった。またクライマックスシリーズという注目を集める舞台での出来事であったことも災いして、普段以上の注目にさらされてしまった。小久保監督のファッションセンスが独特で、ポリシーとして人前に出るときは同じ服を二度と着ないというのも奇抜さに拍車をかけていると思われる。この奇抜さからネット上ではファッションモンスターと呼ばれている。幼少期は柔道部であったが、母の勧めで小学1年生から野球を始める。加入したボーイズリーグのチームは非常に厳しかったため、小久保監督は辞めようと思っていたが、甘えさせてはいけないと母は嫌がる小久保監督を無理やりグラウンドに連れて行ったという。1999年8月20日に史上7人目の満塁ランニングホームランを放っている。このイニングに秋山選手がスタンドインによる満塁弾を打ち、史上2回目となる1イニング2本の満塁ホームランの快挙を達成している。松中選手と同じ試合でホームランを打つ MK アベック弾を放った試合では、34勝5敗で勝率8割7分2厘と高勝率を誇り、ビジターでアベック弾を放った試合では2008年4月22日の楽天戦で敗れるまで無敗であった。2017年 WBC 直前まで、2015年プレミア12の采配に批判が集中していたが、下馬評を覆し準決勝まで進出。しかしアメリカと対戦の末敗戦した。試合後の最後のミーティングで、負けた全責任は俺にある、お前たちはよくやった、胸を張って帰国しようと選手を鼓舞した。全試合4番を務めた筒香嘉智選手は、小久保監督のためなら頑張ろうと思えるような素晴らしい監督だった、国を背負って戦うことができて光栄だったとコメントし、全試合マスクをかぶった小林誠司選手からも、選手の気持ちを理解してくれたと感謝の言葉を口にしていた。というわけで今回は小久保監督の面白いエピソードを50個ご紹介しました。今後の活躍に期待したいと思います。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードをご紹介するので、チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。